はいどうも皆さんこんにちはです。今回もですねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあというわけで現在ですね最強の鉄の包みレイドが絶賛開催中となっていますけども皆さんいかがでしょうかね。まあ、ぜひですねソロで 100% 倒したいよという方は前回の動画にね僕のチャンネルの方で紹介していますので概要欄のねリンクからチェックしていただきたいと思います。そして今回はですねソロで 100% 勝てるしかもソロでワンパンできるというような攻略ポケモンをね皆さんに紹介していきたいというふうに思います。はいそれがですねこちらになります。やっぱりアルセウスでしょうということで、まあ、これ持ってる方はねもうこのアルセウスだけ連れていけばもういいと思います。余裕で勝てますね。はいで今回は後編でですねステラテラスタイプという新たなテラスタイプが追加されたのでこのステラテラスタイプにしてます。そして持ち物は鋼鉄プレートですね。これで鋼タイプの威力を上げていきますよと。そして技構成はこちら徹底抗戦瞑想アシッドボム自己再生ですね。まあ、ただこの徹底抗戦はエリアゼロで拾ってこないといけないので技マシンをねなのでそちらはね、ご注意ください。そして、努力値は特攻と特防にね今回振ってます。まあ、これなくても勝てるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、リゾチームとね、キトさんを26個そしてマックスアップを1個ですね。もうあとはねこのアルセウスを使っていつもの、まあ、あの鉄板のね立ち回りをしていけばワンパンがねできますので今からね実際にこのアルセウスを使って倒していきたいというふうに思います。ですのでねちょっとまだ立ち回りわからないよっていう方は今からのね、僕の立ち回りを参考にしてください。ではね早速いきましょう。さあではやっていきましょうか。まあ今回の最強鉄の包みはあれですね、バリアがめちゃくちゃ早い分あれなんですよ、バフリセットが1回しかねしてこない。そして結構ねやってくるタイミングも遅いという、まあ、性質があるので、まあ、要はそれまでにバフリセットをしてくるまでに瞑想を6回積んでアシッドボムを3回当てるっていうのをいかに早くしていくかっていうねそれが大事になってきますね。おまあ麻痺のおかげでね素早さ逆転しましたね。これはありがたい。まあ、今回ね味方強かったら結構便利ですよね。ちょっと急所当てられたな。麻痺ってくれた代わりに急所に当てられたのは痛い。これ絶対自己再生1回やらないといけないですね。さて次で3回目か。おでももうあれですよね全く効かんな。ダメージ30ぐらいですね。ただやっぱり6回積むまでは耐えられへんなこれ多分ね。ハイドロポンプもうこれしかやってこないですね。おもうバリア張ってきた。まあ、ただ多分ねバフリセットは時間でやってくると思うんですけど今回ね 50% ぐらい切らないとやってこなかったんじゃないかなと思うんでねそれまでに全部ね終わらせたいところ。お麻痺が解除された。これはまずい。すぐに自己再生で回復していきましょう。あギューン OK でこれで回復でもう1回瞑想。お外した。これありがたい。さあ瞑想してでさらに瞑想よな。あもう6回詰めたんか。 OK じゃあこっからはアシッドボムですね。3回当てて特防を下げ切ると6段階ね。さてもう1回アシッドボム。徹底抗戦がねめちゃくちゃ強いんでテラスタルさえ切ればワンパンできるというのは間違いないはずなんですよね。さあこれでラストアシッドボム HP もね余裕ですね。ただまあ徹底抗戦ね反動があるんでちょっとダメージ食らっちゃうんですけども正直ワンパンね急所当てられたせいでワンパンできなかったとしてももう全然ね 100% ソロで勝つことはできるんでアルセウスであればね。
さあ初めてのアルセウスのステラテラスタイプ、かっこええな。やっぱりガチの神様みたいな感じですよね。アルセウスのためにあるテラスタルタイプと言っても過言ではないですね。さあ行け、徹底抗戦、ワンパンできるか、ドン、オッケー、楽勝ですね。しかも9勝、まあ9勝、まあ、全然どっちでもいいと思うんですけど、うわーやっぱ反動やばいな。倒れちゃいましたけども大丈夫だよと。はい、こんな感じでね、余裕でワンパンすることができました。それ報酬もね結構やっぱりうまいんでね、星7のレイドなんでリゾチウム10個ゲット、テラピース氷もねたっぷりゲットといった感じで、まあ、皆さんもねこんな感じでアルセウスでソロワンパンしていきたい方はぜひ参考にしてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。やっぱりアルセウス最強ですね。まあ皆さんもね過去作からポケモン連れてくるってなったらアルセウスだけはねとりあえず引っ張っておいてきていただいたら、まあこういうね最強レイドで困った時にすぐに倒してくれるような、まあ、とんでもないね最強要因になってくれますので、ぜひねこのアルセウスはおすすめします。でもし仮にねアルセウスを持っていないという場合でも、他にね徹底抗戦覚えるポケモンいっぱいいますと、でそれで特攻のね種族違い高いポケモンに徹底抗戦を覚えさせて、あとはまあオンラインのね掲示板とかで募集をかけて味方3人にねあの金属音をしてもらって、相手の特防を下げて、まあ、6段階ね下げてもらって、でさらに手助けからの、まあ、イケイケドンドンの応援も積んでもらうとすぐにねワンパンできるんじゃないかというふうに思いますので、まあ、そういった方法もねアルセウスを持っていない方は試していただいてもいいんじゃないでしょうかといった感じですね。というわけでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ぜひね、爽快にワンパンしてみたいという方は、今回の動画をね、参考にしてみてください。で、またね、イベント情報であったりとか、配布情報、あと攻略情報ね、バンバンこのチャンネルで上げていきますので、ぜひね、最新の情報や有益な情報が知りたいという方は、今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、もしこの動画が面白いと思っていただけたら、高評価をしていただけると非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。I'm slow, got blurry vision, I fall into a trap that I made.